今日は、前回ね、ちょっと普通のこの花札を使っての、占い会だったんですが、今回は、ここにありますように、実はちょっとね、徐々ね、2種類ね、出てるんですね。4部と5部のね、花札が実は出ておりまして、今回はもう、5部のね、この黄金の風編、あ、これかな。これでやって、参ります。ジョジョです。はい。やってまいりますので、このね、花札がね、またね、たまらないですよ。たまらないです。本当にもうこの、ジョジョファ、もう、本当うまくやってるなっていうね。これがね、今回もう本当に、いい仕上がりっていうか、まあ、何年前からかな？結構もうね、前にね、ジョジョ花札が出てたんですけど、そう、ジョジョのね、そう、ジョジョの5部のね、花札なんですよ。これね、絵柄がもうね、もうたまらないですよ。本当に。いい花札です、これは。で、定価で手に入らなくて、手に入らないです。もうね、これね。見てください、これ。あ、うまく映るかな？ここかな？はい。これトリッシュね。トリッシュ。これね、ゴールドエクスペリエンスですよ。ゴールドエクスペリエンスの、このね、桜、もういいっすね。もうさ、ちょっとね、ただのオタクで、すいません、なんか今回は。これ見てください、これ。あ、これ見えるかな？これ。はい。これね、ジョロンジョバーノと桜。これまさに、まあ、63巻のね、コミックス63巻の表紙をね、彷彿とさせるようなね、これやっぱ、このジョジョ5部って、結構ね、ジョルノがやっぱり、ツタを出したりとかね、花を出したりとかしてっていうので、もう結構ね、全体を通して、花を使ったりする場面もありつつ、あともう本当にやっぱり5部って、このジョジョの1から8の中で、かなり、なんかもう華やか、やっぱりこのね、イタリアのギャングの、話なんで、派手なんですよね、またね。だから結構ね、ファンが多い。前回は普通のこの天狗花札ですね、任天堂の。これを使ったんですが、まあ、これとどう変わるかですね。このジョジョ好きな人が、ジョジョ花札を使って占うと、なんか変わるのかと。絵柄が多少違います。もちろん花札としての機能というかね、花札としてももう十分なんですけど、それがね、どう反映するのかということで、はい、ジョジョ花札でございます。今、ネットショップと有料サービスを、対応しようとしていると。まあ、何のサービスかちょっとわかんないんですけども。で、それで疲れていたりもします。ああ、ちょっとね、うまくいってないんじゃないかと。やり方がなんか違うかなとも思っています。追加コメントあればいただきたいです。あ、はい、ありがとうございます。まあ、一つ、まあ、モチベーションアップとして、どんなね、お客さんがそのサービスを買ってくれそうかとか、求めてくれそうかっていうのが分かれば、なんかちょっとね、指標になるし、まあなんかモチベーションアップにもつながるんじゃないかなと思いますので、そしたらじゃあ、そのサービスを、まあ買ってくれそうなというか、利用してくれそうな方の人物像をね、ちょっと占ってみます。はい。ドン。お！出ました。これは、あ、光一くんですね。光一くんです。エコーズアクト3。光一くんでございます。はい。普通に坊主のね、素札ですね。これ一言で言うと、なんかね、楽したい人が来ますね。こう、初級者というか、ビギナーというか、そういった方が利用するので、割と手取り足取り教えてあげた方がいいというか、だから導入しやすい、いかに導入しやすいかみたいな感じですかね。光一くん素札なんですよね。はい。入門者とか、まあ、あとは、割とこう、簡単な仕組み、ポンポンポンとこう、なんか購入できるとか、ハードルを下げるっていうところですね。まあもちろんそのサービスの内容は、ともかく、その導入までのステップを、まあ減らすっていう感じですかね。ネットショップとかでしたら。まあ、あとは親しみやすい感じで、最初のなんかお試しみたいなものを、まあ、使っていくっていう。まあ、あんま無料にするの僕はあんま好きじゃないんですけど、そういった感じで最初ハードル下げていくっていうのは一つありかなと思います。という札が出ました。
前に手相講座参加しました。すごくわかりやすかったです。あ、ありがとうございます。それはどうもありがとうございます。それはありがたいです。という感じで、今日は叙々花札で占ってまいります。あ、これは、そういうことか。占ってほしいテーマではなくて、報告ですね。ありがとうございます。これなんだ。あ、そうか。前回ね、ちょっとオンラインサロン限定の花札占い講座をやったのかな。で、その時に、お子さんのガソリンスタンドのね、ガソリンスタンドのアルバイトが受かるかどうかっていうのを、なんかお題でいただいたので、占ったところですね、もみじの鹿がね、出て、で、まあ多分これ受かるんじゃないっていう話をしてたら、その通り採用が決まり、大喜びでしたと。最後に質問ありましたね。はい。で、このアルバイトは長く続くでしょうか？楽しくできるのでしょうか？そうですね。もみじが、いや、まあ、楽しくできるかはどうかわからないんですけど、前回占って、もみじが出ているということは、そうだな。まあ、半年ぐらいは持つかなって感じですね。で、なんか花札占いは時期出すのもできるんですかって質問があったんですけど、時期も出せますね。なので、まあ、いつ頃どうなりそうかみたいなのも仕組み上出せるので、で、まあ、それで言うと前回もみじの鹿が出たというんであれば、まあ、多分3月ぐらいまでには、ちょっと、まあ、やめるかどうか、みたいな、まあ、かなっていう。まあ、ちょうどだから、進学というか、進級かな？を機になんか、やめるかもしれないなという感じですね。明日からダブルワークをしようと思いますが、うまくいくか。ああ、そうなんですね。はい。これじゃあ、うまくいくか。で、まあ、うまくいくかっていうのを、まあ、何を基準にするかね、にもよるんですけど、どうしようかな。まあ、心構えみたいな。まあ、どんな感じになるかを占ってみましょうかね。どんな感じなの？ダブルワークどんな感じか。はい、出ました。あ、これは、ディアボロです。ボス。霧の、まあ、スフだというか、これですね。はい。出ました。まだだから、これが出るということは、まあ、正直、どうなるかっていうのが、まあ、見えてない。具体性がない。っていうか、これが出るということは、ダブルワークになるのか、ちょっと怪しくなってきましたね。というのも、まあ、ボスだから悪いわけじゃん。これ、まあ、ボスっていうのは、まあ、ジョジョのね、5部の、ラスボスのディアボロのことなんですけど、まあ、それは関係なくて、まあ、霧の素札で見て、いるんですが、ちょっとまだわかんない感じですね。だから、どうなるかっていうのですね。はい、なんか、つかめてないと。で、何をすべきかなんですよね。まずね、じゃあ今日、まあ今とりあえずまだつかめてない状況で分かったと。まだ具体的に分かってないんで、はい。ポンと出ました。はい。どうするか。あ、これは、もしや、これは、今、これ萩の、これだ、あ、そうそう、ネアポリス駅だ。そう、それ、そう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 、ネアポリス駅。取扱説明書を見ると、ネアポリス駅6番ホームとなっております。そう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 。これね、ちょうどコミックス、ジャンプコミックス53巻のプロシュートと、ペッシとね、ブチャラティが戦うというね、グレートフル Z のあの列車ですよね。確か。すいません。違ってたらすいません。これがまあ、萩なんでね。萩が出ました。まあ、何すべきかなんですけど、まあ、とりあえず、今回、まあ、ダブルワークをされにあたって、なんでダブルワークするのか、どっちか必要ないんじゃないかとか、なんか別の形でもいいんじゃないかっていうのを一度吟味した方がいいというふうに出ております。なので、実はダブルワークされるっておっしゃってるんですけど、霧のね、素札ボスが出て、で、ネアポリス駅6番ホームのこのね、萩がね、出たということで、ちょっとまだ詰め切れてない部分があるんじゃないかなと思います。なので、花札先生が言うには、
そのダブルワークって、なんか適切な働き方なのみたいな、ということを言ってる感じですね。ああ、なるほどです。痛いところ疲れました。汗。ああ、ありがとうございます。そう。まあ、これは花札先生の意思なんで、もう一回、なんだろうな、本当にその働き方で適切なのかとか、まあ、量とか、中身とかを見直してもいいんじゃないかな、という感じでございます。まあ、今回は、まあ、この目的は、このジョジョの花札を、ジョジョが好きな方に、ちょっとね、紹介したいというね、そういう回なので、本当はだから一枚ずつ、本当こうやってめくってってですね、なんか、ああ、これってね。で、ジョジョ花札、確か4部かな。4部が出たタイミングで、なんかね、一応、ジョジョ花札で毎日占えるみたいな、なんかネットのね、サイトがあったり、そういうコーナーがあったりしてですね、なんか大吉とか中吉とか、うせものとかっていうのあったりするんですけど、まあ、ほぼ今機能してなかったりしてですね、なんかジョジョ花札で占うっていうのが、誰もやってなさそうなんで、5部は見たんですか？ 5 部はもう読みました？あ、アニメ見ました？今なんだろう。6部もね、アニメ化決定して、6部ってやっぱり内容が内容なんで、ちょっとアニメ化していいのかみたいな。あ、これプロシュートです。プロシュートじゃないか。プロシュートか？違うんですね、これ。ボタン。ボタンは？あ、やっぱプロシュートですね。プロシュートです。はい。そうそうそう。なんか6部もね、アニメ化して。まあね。6部もね、派手ですからね。もう5、6となんかスタンドがもうインフレしちゃって、もうすげえ強くなってくというか。で、7部でちょっとなんかこう、なんか原始的というか、割とちょっとシンプルなものになったりとかして。あ、最近8部、ジョジョリオンが、終わっちゃいましたけど。終わっちゃいましたけどね。なんかまあ、なんかジョジョリオンは、やっぱり、ファンの間でも、結構賛否分かれる、物語で。まだ私はそこまで見えていませんが、家事の合間の楽しみです。ああ、いいですね。どんどんね、見てください。今何部見てるのかな？何部を。やっぱりね、やっぱりね、ジョジョファンの間で、こう、何部が好きかみたいなとか、何部がいいかとか、そういう話になるんですよね。あ、これいいですね。これね、坊主でこれですよ。これね。はい。そうそうそう。何部が好きかみたいな話になってですね。そうですね。まあ、僕は結構、まあ5部も好きですし、まあ4部も好きです。まあ2部も好きかな。3部はね、ちょっとね、王道すぎるというかね。まあなんか、その時代の、それこそまあタロットカードが出てくるんで、なんか占いにちなみやすいストーリーなんですけど、なんかね、どちらかというと、なんだろうな、こう、2部か、2部の、まあ2部と、そう、2、4、5、あ、スティールボールランも好きですけどね、スティールボールランも、こう読んでて、こう、気持ちが、なんというか、おおっていうね。すいません、なんか語彙が、残念です。すいません、なんかね。っていうもので、あ、これです。グレートフルデッド、モミジ。いいっすね。はい。モミジ。これは、画面、あ、これは、マインザミラーだ。ああ、いいっすね。マインザミラーですよ。マインザミラー。はい。マインザミラーで、これは、ナランジャですね。ナランジャ、ペッシ。ペッシはね、ハギですね。これはなんだ？あ、これはやっと、あ、ブラックサバスかな？ブラックサバスか？画面越しだとちょっと見えない。坊主な、あ、そうだ、やっぱブラックサバスね、坊主の。いいっすね。梅の？あ、これは、あ、これはあれですよ。チョコラータとセッコの、チョコラータを追い詰めたときに、最後にジョルノが樹木を、に生命を与えてですね、グリーンで追い詰めたところの、
ヘリコプターですね。最後、弾丸をクワガタに変えたっていうやつですね。はい。もうここもいいですよね。もう、ゴブは本当に敵スタンドがもう異常に強いんで、だって自分より下にいる人を全員カビを生えさせるってやばいですよね。それでいてヘリコプター使うとか、マジでもう頭狂ってますよね。もう本当そういう感じが好きなんですけど。はい。これ公衆トイレですね。これね、公衆トイレは、ペリーコロさんっていうね、幹部だった男性かな。幹部だった男性に、まあ、なんかこの、掃除のおじさんかと思いきや、実はマフィアで、グチャラティが、こうね、幹部に入るためのお金をね、このトイレに隠してあったというね、ところですね。はい。よいしょ。トリッシュと、はい。花札占いを鑑定メニューに入れる場合は、単独メニューにするか、他と抱き合わせが良いか、金額はどのくらいが良いか。まあ、その辺はやっぱりなんか普通に占い師目線で、なんか、なんだって？え？ジョジョ花札は高い。高い。そう、高いからこそ買う価値があるんですよ。いやいや、もう値段じゃないですよ、こういうのはね。もう本当、やっぱり好きだったらいくらでも、これはね、手に入れなきゃいけないアイテムです、これは。占いますね。はい。花札占いを。まあだから占いのメニューとして、花札占いを、が、まあ、どんな人に受けるかですかね。どんな人に受けるかを見てみましょうかね。よいしょ。はい。ペット。はい。出ました。はい。富士ですね。はい。富士の素札ですね。はい。意外と、女性受けいいんじゃないですか？これ。女性受け良さそうですけどね。若い女性。うん、女性受け良さそう。でも、すごいマニアックな女性ですね。やっぱりね、これね、ここが出てるってこと、この絵柄ってことは。なので、特別メニューぐらいの方がいいかもしれないですね。なんだろうな、花札占い自体、女性受けしそうなんですけど、自分の悩みとか、そのね、占ってほしいみたいなことを求めてくるよりも、どちらかというと、占いファンの方というか、占いのが好きな方が来る感じなので、まあ、別メニューの方がいいかもしれないですね。花札占い講座を受けます。はい、ありがとうございます。占い覚えるとかしたことないですが、向いてますか？あ、これですね、一応、まあ、カンペというか、を作る、まあ、これ見ながら、一個ずつ占えますので、あとは、なんか絵柄を覚えるかどうかとか、一応ね、覚えなくてもいい占い方もご紹介しますので、日曜日のね、講座は、超入門編なので、占いやったことない人でも、まあまあ楽しめるように、中身を組んでいますので、そのあたりは大丈夫だと思います。ということで、先ほどの占いのね、メニューとして、花札占いを加えるとどうかという話なんですが、まあ、別メニューかなっていう感じですかね。うん。なんか、結構熱狂的な女性が、花札をやるっていうので、どっぷりハマってくるっていう感じで。まあ、恋愛の相談で、二股とか、不倫とか、浮気とか、なんか、複数の、男性で迷っている女性がなんか選びそうなので、まあ、結構相性は、これ質問された方の、まあ、占いと相性はいいんじゃないかなと思います。若い女性が結構受けが良さそうですよ。はい。今、週1、2回で会っている男性がいるのですが、会っている時は楽しいのですが、心が満たされません。相手が私をどう思っているのかが見えません。どう思ってそうか、ジョジョ花札先生にお聞きできますか？はい、ありがとうございます。もうでもそれが答えな気がしますけどね。なんか、なんか楽しいけれど心が満たされないっていうのは、そのね、合わなくなった。なんか、要するに一過性ですよね。だから、変な話、麻薬みたいなもんで、コーラとかね、なんか、甘いものとかケーキみたいな感じですよね。だからその時は、脳内で刺激が出るんですけど、ふと我に返るとってことですよね。はい。まあそう、
言わず、つべこべ言わず、ちょっと占いますか。よいしょ。と、じゃあ、相手の男性が、まあ、どんな感じか、ちょっと見てみますかね。はい。あ、これは、霧の巣、あ、公衆トイレ、出ましたね。はい。はっきりしないなぁ。てか、この男性って、これが出るってことは、なんか隠してますよね。大事なことを。この方、質問者の女性、騙されてる？え？ 大丈夫か？こんな、なんかこれ出るってちょっと、これね、怪しいんですよ。これ怪しいですよ。なんか隠してそうですけど、じゃあ何を隠しているか見てみますね。はい。ああ、これが出ましたね。はい。あ、スティッキーフィンガーか。あ、これ霧か。これ霧なんですね。霧の一応種札になるのか。何を隠しているのか。また霧が出ましたね。お金の詐欺とかじゃないかな。大丈夫か？ときめかないというのは多分ね、この人本心が出てないはずなんですよ。なんだろう、そのパーソナリティの部分が見えてないんですよね。だから信用できないに近いんじゃないかって感じですね。なんか心が見えないというか、掴ませない。これなんでかっていうと多分ね、これ、ちょっと詐欺とかね、お金の匂いがします。はい。こんなところで言っていいのか、あれなんですけど、犯罪の匂いもします。これね、序章の花札だからじゃなくて、霧の巣札と霧が2つ出てるからなんですよ。うん、これちょっと怪しいな。すいません、なんか、めちゃくちゃ好きだったら申し訳ないんですけど、ただ合ってるだけですよね、まだね。心が満たされません。相手がどう思ってるか。なんかね、これは、どうだろう。怪しいぞ。あはは、確かに、霧かかったように、もやもやして見えないんですよね。ブチャラティ好きです。あ、ブチャラティそういう好きです。お金は取られてません。家で会うだけで、外で会ってデートはしてません。物もせがまれてませんが。あー、なるほど。なんか、他に相手がいるとか、そういうことも考えられるんですよ。でね、もしかすると、なんか子供がいるとか、妻子持ちとか、ああ、そうか、だから肉体関係だけってことなのかな、これが出るってことは。怪しいな。怪しいっすね。あ、聞いてて子供いるのかなと思います。あ、でも、既婚者ではないです。なるほど、既婚者ではないです。既婚者ではないのか。そうか。じゃあ、一応この人目的だけ見てみますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、目的。あれ？目的。ああ、まあ、恋愛。ああ、これね、まあ、言ってしまうと、快楽目的、表面的だな。なんかね、質問者の方の中身を好きかっていうと、表面的な部分とか、まあ、そのセックスの相性だとか、まあまあ、そこもまあ、大事なのかもしれないですけど、感じなの。何を求めてるかっていうと、なんか、その瞬間の楽しみみたいな感じですね。と、怪しいな。本気かっていうと、本気ではなす。まあ、本気っていうか、今だけなのかな。まあ、恋愛占って霧からの勝負ってなかなか、ドロッとしますね、これね。これ多分ね、なんか、渡しといて、何が目的なのみたいなことを聞くと、なんか、いや、楽しいからだよとかって言うんですよね。この人多分ね。追っかけてるのが好きなのかな。恋に恋してるというか、なんかこのご本人に好きかっていうと、ご本人が好きかっていうと、状況が好きっていう感じなんですよね。なので、まあ、これちょっとね、これは、ちょっと要注意ですね。はい。ということですが、大丈夫かな？またなんか進展というか、あればお聞きしたいです。はい。と、自分が都合のいい、ちょっと人恋しいな、みたいな気分の時に連絡してくるのかもですね。会う時以外は雑談的なものも含めて、そんなに連絡ないんですよね。ああ、二股しそうな感じはないです。どちらかというと、陰キャですが、笑い。ありがとうございました。ああ、なるほどね。たまたしそうな感じはないのか。うーん、怪しいけどな。まあ、まあ、楽しい感じでいいならいいかなと思います。まあ、なんか、けど、なんかな。まあ、そういう関係でも、まあ、いいかなっていう感じで、たまになんか会うぐらいならいいんじゃないかなと思うんですが。
長い付き合いにしたいみたいな感じではなさそうなので、のがね、楽しい時とか、まあ必要な時もあるので、今はそういう時期でもいいのかなと思いますけどね。はい、すいません。ありがとうございました。質問です。槍術ワークショップ、あ、剣幻槍術かな。剣幻槍術のワークショップがとても面白かったです。さらに学びたい場合は、剣幻槍術入門講座シリーズでしょうか。千十段横断編ですよね。ですか。あ、そうですね。これですね。今、多分、月一でやっている、剣幻槍術入門実践講座というのがありまして。それは多分ね、剣幻槍術、なんか面白いなと思ってくださった方は、もうみっちりお話ししてますので。で、まあ、それか、まあ、少尉講座、超基礎講座を受けると、まあ、より、なんていうか、使えるキーワードとか増えてくるんで、まあ、それはそれで面白いかなと思いますけど。そうですね。まあ、入門講座でもいいです、シリーズでもいいですし、まあ、今、ちょうどね、リアルタイムで、授業している、まあ、横断講座で、まあ、ちょっとね、お値段ね、高いかもしれないですけど、まあ、1回あたりはそんなに、まあ、それが多分一番熱いかなって気がしますかね。今、買おうかなと思っているものがあるんですけど、買ってもいいか、占ってもらってよいでしょうか。買い物戦ですね。はい、ありがとうございます。買っていいかどうか、判断は、どうしようかな。じゃあ、買った後の、質問されたかの方の、気持ちを、買って、それが、まあ、手に入るのか、そのサービスなのかわかんないですけど、購入された後の気持ちを見てみましょうかね。はい。よいしょ。ででででよっ。はい。お、あー。出ました。ブチャラティ。霧の種札かな。あー、なるほど。ちょっとね、これね、買っていまいちかもしれないな。買った後の気持ちを見てますけど、なんかこれどうやって使えばいいんかなとか、どうやって活かせばいいのかなとか、ちょっともやるかもしれないですね。買ったはいいものの、どうしようみたいな感じになりそうです。まあ、それでも、やってみるか、買ってみるかっていうところですかね。さらっとですけど。はい、ありがとうございます。実は買おうかと迷っていたものは、ジョジョ花札です。私はジョジョは読んだことないですし、好きでもないのですが、今見ていて面白いなと思ってカートに入れたんですが、やっぱりやめます。聞いてよかったです。笑い。いや、ほんとね、これね、まあ、この質問者の方は多分、ああ、どうだろうな。ハマるかな。まあ、お会いしたことあるんで。そうか、ジョジョ好きでもないのか。まあ、読んでみて面白かったら、で、いいと思いますよ。多分今買うと、なんかね、そう、霧が出てたんで、多分ね、なんだこれになるんですよ。今は、ステイでいいと思います。だから今タイミングじゃないと思います。そう、ハマるかもと思います。そう、僕ね、多分ね、この質問された方はハマる気はするんですけどね。一部から読んでいくと。でね、結構ね、この方のお客さんの層とかとね、結構相性いいと思うんで、まあまあまあ、割といいんですけど、まあ今は、なんかまだ早いんかもしれないですね。ちょっと、届いたはいいもの。でね、まあ、だから今、ジョジョ花札のこれが、なんかね、アマゾンとかでも1万5千円ぐらいかな。で、まあ、メルカリとかで、中古とかたまに出たりするんですけど、なんで、まあ、まあまあ、ジョジョ好きだったらいくらでも、はまる。だから、なんだろう、その5部を読んだ後の、モチベーションで注文した方が、すごい、わっとね、買えると思うので、はい。そんな感じでございます。ありがとうございます。たびたび引っ越しするか悩んで、たびたびですが、引っ越しするか悩んでいます。いつ頃がいいか、花札先生お願いします。はい。引っ越しは 正直、まあ悩むというか、いやもう引っ越したいと思ったらもう引っ越し時だと思いますけどね。もう思い立ったら。なんかね、そうなってくるときって、まあちょっと花札占い関係ないんですけど、なんかね、多分もうその家とね、相性というか、その家の木がもう落ちてるというか、旬じゃないんですよ。だから、引っ越しするかどうか悩んでる時点で、もう引っ越した方がいいです。なんかその曖昧な状態で住まれる家ってかわいそうじゃないですか。自分が家のその部屋の立場になって考えた時に、なんか、私この家でいいのかなとかって思いながら、ね、自分がこう家でね、自分のお腹の中になんかね、ちっちゃい生き物がいるような気持ちで、
ちょっと見ていただくと、考えていただくと、そうなんですけど、もう引っ越すのみたいな、ね、なってるんで、そういう時引っ越した方がいいですね。はい。なんですけど、一応ね、ご質問いただいてるので、引っ越しの旬を聞いてみますかね。引っ越しの旬、引っ越し自体の旬の時期聞いてみますかね。はい、ペット。はい。あー、出ましたね。まだ先だな。引っ越す気あんまないんかな。なんやかんやで1年ぐらいまだいそうですよ。まだ1年ぐらいいそうですけどね。もったいないな。とりあえずだから今、引っ越す気持ちとしては、多分ね、20% ぐらいかな。そんな感じですね、これ札が出るってことは。なんかまだ先なんだなっていう。ちょっと言ってるだけ感がありますね。あ、今の家気に入ってます。あ、そうか。いや、それそうでしょうね。これだから引っ越す気ないんですよね、これね。そうですね。うん、なんかね、気に入ってるならいいんじゃないですか。これなんかあんまり引っ越す気がなさそうなカードなんで、札なんで。はい。まあ、光一くんのね、アクト3ですけど。まあ、アクト3もね、これね、スタンドね、重くするスタンドなので、一部分をね、重くするっていうスタンドなんで、まあなんかやっぱ腰が重いですよね。まあ今のままでいいんじゃねえかみたいな。いろいろ事情があって、うん、なんか腰が重いって感じですね、これね。いつがいいかとかいうよりも、なんかまだそういう気になれないなら、まあ引っ越さなくていいんじゃないですかね。はい。読み解きお願いします。先日友人が、私に男性を紹介すると言っていました。私はどっちでもな感じ。どんな人なのか自分で引いてみた。桜の花、光札からの勝負種札。読み解きはどうなりますか？まずね、桜の光札の時点で、これもう、一言でやりちんです。はい。以上です。これね、桜の光札からの勝負の種札。もうね、いや、もうなんか、チャラい感じなので、これか？もうね、恋愛占ってね、これ派手だとね、まあ、やっぱね、その時はいいかもしれないんですけど、ちょっとね、やっぱりね、肉体目的、体目的な感じがしますので、まあ飲みに行って、まあなんか一回やって終わりみたいな感じかな。これ、まあ、桜だもんな。桜って、ね、ゴールドエクスペリエンスの札でめちゃ好きだし、ブチャラティも好きなんだけど、そうそう、もう花札占いで見ると、これチャラいんで、ちょっとまずいですね。これはまあまあそんな感じ。まあそれを見てどう判断されるかです。だから、なんか気持ちが通うかとか、心からのお付き合いになるかっていうとそうじゃなくて、まあなんかそのセックスを、まあ、スポーツ感覚でおっしゃーやるみたいな感じでだったらまあいいんじゃないですかね。はい。こんな感じでございます。子育てがまだメインではありますが、隙間時間に自宅サロンをしています。はいはい。顧客がなかなかつきません。自宅が悪いのか、私のやり方が悪いのか、どちらでしょうか。と逆にじゃあ、利用しない人たちの気持ちを見てみますかね。率直な意見ですね、これね。利用しない人の気持ちを見てみますか。はい、出ました。あー、これは、ポーズの素札ですね。楽しそうじゃないとか、刺激的ではなさそうとか、華やかに見えないとか、地味って思ってそうです。うん、なんか、目立ってないとか、もしかしたら気づいてないとか、うん、そんな感じかな。そんな感じがしますね。気を照らったこととか、もう少し、こうね、変わったことを、なんか、あとアピール感、単純にちょっと華やかさがない札なんで、そこがなんか微妙だよって言ってるんで、なんか、うん、どんなサロンかわかんないですけど、もしかしたらこのサロン自体が、なんかやっぱその自宅サロンなんで、なんか家感があるとかね、かもしれないですね。だから、その美容なのか、何のか分かんないですけど、何のサロンか分かんないですけど、っていうのにしては、なんだろう、アットホームすぎるとか、そういう感じが、まあ、微妙なのかな、微妙というかね、その、来られない、お客さんが来ない理由なのかな、家感が出ちゃうというか、で、なんだろう、そこが、まあ、自宅サロンなんでそうなんですけど、しょうがないですけど、ほっとしちゃうのはいいんだけど、刺激があんまりないのかなっていう感じですね。なんかもっと、華やかにしてもいいのかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。彼氏との体の相性が良くない気がします。どうしたらうまくいきますか？いや、まあ、それは、それはまあ、工夫するしかないんじゃないですかね。
まあ、それどうなんだ。具体的にどうしたらうまくいきますか。そうだな。まあでも気がしてます。相手のその満足度を見ればいいんか。よいしょ。だから相手の、満足度を見れば気が。確かにね。これ、もみじの短冊が出てますね。これはマンネリ化してますね。確かに。てか、疲れてますね。なんか疲れてるというか、これ、相手の方、まあ、立つのか？みたいな。すいません、なんか。立つのか？疲れてそうだぞ。セックスの相性というよりも、なんかちょっと疲れてる感じですね。終わった後の、これ今、事後の気持ちを見たので、これでマン・イン・ザ・ミラーで、もみじ札なので、疲れてるのは本当です。立ちません。ありがとうございます。そうですね。だから、もみじ札が出たときは、ちょっと勃起不全の可能性があると、いうことが当たりましたね。ありがとうございます。よかった、よかった。そうそうそう。よくないか。そう、なんかね、これね、疲れてるなーって感じですね。そのご本人がしたい気持ちが強いのであれば、時間をかけるか、まあ、あとは、花札関係ないですけど、まあ、男性なんで、テストステロンが、ちょっとね、男性ホルモンが不足してる可能性があるので、なんだろう、僕も実験しましたけど、なんかテストステロンをなんか塗ってですね、補給するクリームがあったりとか、そういうものもあるんで、そうですね、セックスの感想を聞いて、もみじが出ると、ちょっと立たないっていうことが、今分かりましたので、はい。ちょっとね、まあ、ご参考にというか。だからもうね、まあ質問者の方の問題じゃなくて、この男性側かな？男性側の問題な気がします、これは。まあ、工夫しようはあるかもしれないんですけど、タイミングなどを考えて、タイミングなのかわかんないですけど、っていう感じです。と、西系オンラインお茶会ね。ジョジョの五分花札、占い会。はい。以上になります。皆さん、ご視聴、ご協力ありがとうございました。面白かったです。ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございます。失礼いたします。